洗面器とは、人が顔や手を洗うために湯水を入れる器。持ち運び可能な容器のことを指す場合が多いが、洗面台の一部として据え付けられたものも洗面器という。校舎は、手洗い器や取り付け用洗面器ともいう。ケロリンを毛底の平たい形状のもので洗面所や浴室に置かれる。日常的に用いられるようになったのは、鎌倉時代からであるとされる。素材としては、 かつては、陶製のものや桜の和毛物なども用いられたが、明治時代に入ってからは、新中製、アルミ製、放浪引きのものが、洗面器として普及した。今日では、合成樹脂製のものも多い。壁掛け形衛生設備としての洗面器や、手洗い機には壁掛け型のほか、ペデスタル型や、化粧洗面台などがある。壁掛け形には、角形や墨付きなどの形状がある。 取り付け用洗面器を設置している場所を洗面台、化粧台、部屋も含めて洗面所という場合がある。取り付け用洗面器は陶器や放浪性が多く、給排水設備と一体になるよう施行されている場合が多い。壁掛け形はブラケットで壁に固定され、奥の部分をバック、円の部分をお袖という。洗面器の設備には水栓穴、ポップアップ穴、 鎖取付け穴などが開いている。給水や給湯の配管は水栓穴に接続され、その上部に水栓が取り付けられ、湯水が出るようになっている。水栓部分は手を触れるため、衛星水栓やフラッシュ弁が用いられる。赤外線管知識の自動フラッシュ弁のものもある。また、温水水栓が設けられる場合もある。排水口は、 線があれば閉じて湯水を溜めることができる。排水口は鎖取り付け穴にあらかじめ取り付けた鎖付きのゴム線を用いるかボタンなどの操作で開閉するようになっている。また排水口を閉じた場合に上部から水が溢れ出さないよう補助的な排水口であるポップアップ穴が上部に開いている。排水は排水トラップを通し下水に導かれる。 鏡付けや棚付けのものもある。通常は、全面は解放されているがキャビネットに収納されている、場合もある。住宅など1から2人用の便所が設置している、場合には、便器の給水タンクへ給水する蛇口を一部露出させ、手洗いのための水を供する方法をとるものもある。また、寝台車やキャンピングカーなどスペースを有効利用するため、テーブルなどと兼用とする事例もある。 公共の場所などに設置してあるものには3人以上の利用に供する大型のものもある。ありがとうございます。